お願いします。おー、久しぶりですね。どのぐらいぶりかな。はい、1ヶ月半ぶり。1ヶ月半ぶり、うん。今回はどうしたんですか。ちょっと恥ずかしい。わー、だいぶ晴れてるよ。晴れてる？うん。それはわかんない、ね。もう全然見た目でわかるよ、これ。いや、なんか普通に本当につまずいた。水が溜まってんの。こっち。こっち？こっちは晴れてる。嘘。うん。嘘。うん。こっちの方が。初めてなんだ。うん。普通につまずきました。こっちもすごいな。痛い痛い痛い。急に急に痛ない。そこ頸骨がこっちは動くんだけど、ね、あ痛い。こっちは動かない。うん、痛い、うん、ふう。ちょっと調べてみる。こっちは痛い痛い。左は初めて。こっちは大丈夫な。腫れてると思ったら違ったな。大丈夫。むくんでんじゃない、うん、むくんでんだけど、ね、うん、ちょっとこっち。あ、ちょっと待って。背中も、腰も先に。最近やばいです。うん。後ろからね、はい、ちょっと調べてみます、はい。腰もだいぶ影響するからね。結構痛い。うん。10ぐらい。結構大きいよ。うん。こっちは大丈夫。ここだけ。もうちょっと絞って。上から下。OK。よし。腰の方が悪いな。腰やばい、うん、最近、うん。結構ストレッチやってますけど。うん、こっちね、ちょっと待って、仙骨を今。こっちグッてやって、痛い。はい、こっち側。はい、こっち側ダメだね。はい、そっち。うん、こっち側ダメだ。はい、こっち来て。こっち、横向いて。右向き。こっち側。はい、浮かせるのも痛い。足歩けない。浮かせるのが痛い。浮かせるが痛い。足をまっすぐ仰向けになって浮かしてみて。いや痛い。あ、ま、あ、浮かせるのが痛いんだね。うん、体重が、うん、これ以上曲がらないわ。はい、こっちを横向いて、横向いて。寝返りとか大変です。うん、仙骨やるね。ここ左側の仙骨。T-L 力。もう少し。OK。 今の入った。すごい。今の入ったよ。めっちゃ入ったこれ。うん。よし、もう一回こっち来てみて。よいしょ。座ってみて。はい。腰がなんか。よくなった。すっきりした感じがする。うん、今動いてる。これね、すっきりした感じ、うん、これは大丈夫です。え、うん、腰は大丈夫。すごい、今度は今の仙骨だから、はい、C5 頸椎5番から後頭骨のところをやります。副交感神経ね。 OK、はい、これ左側5番、 C5 力抜いて、もう少しよ、下から上。あ、もう一回だ。もう一度 OK。今の角度がちょっと違っただけでこんなにね。角位、うん、角位置になった今。うん、こっち仰向け、仰向け。上向いて。こんな音出るんだ、体から。うん、窒素化合物が今なくなった。ほら、もうついてるじゃん。ついちゃった。足がついてる。え、膝なん？膝なんだったのよこれ。いやいや、もうまだ何もしてないよ。いや、こっちは正確ですよ。体の歪みってこんなに？うん、歪みから膝に来てんだよね。上半身やっただけだよ、うん、なんか。今仙骨を治療したの。ここ、ね、赤で。仙骨か。うん。やっぱりずれてるわ。
うん、内側だから頸骨がずれてるから今直すね、うん、外側痛いのに内側がずれてる、今両方かもしれないから、今のところ今内側しか見てないから、頸骨がこう開いてるの、うん、こっちが、うんうん、あ内側今痛い？痛いのは外側、頸骨、内が痛いと大腿骨、うん、大腿骨がずれる、うん、で外が痛ければ頸骨がずれる、うん、で両方だから今、あそうなん、内側もやるから、内側がこういうふうになって、うん、これを締めるから、うん、OK、もう足がついたじゃん。ついた。伸びた。うん、それで外側の場合は、はい、外側が痛ければ、頸骨だから、うん、今頸骨を治療。頸骨が今度は外側だから、うん、こっち側が開いて、こうね。うん、だからこっち側を閉じてやります。OK、うん。それで、最後に、うん、大腿骨、頸骨、膝蓋骨、膝蓋骨も見ます、膝蓋骨もずれてる、うん、膝蓋骨はこれが膝蓋骨だけども、うん、これ引っ張られるの上に、うん、だから下に、あ上に引っ張られる、上に引っ張られる、これでちょっと今こっちしないで歩いてみて、はい、歩いてみたりこっち仰向けになって、あの足がまっすぐになるかどうか。ちょっと待って、なんかいやもう分かんないわ、うん、何回受けても意味分かんない。奇跡が起こるんですよ。はい、仰向けになって。ちょっと待って。上にいや、ちょっと浮かせられるんだけど。まっすぐして、まっすぐ。ほらもう。ちょっと待って。まっすぐなったんだよ。これ本当に来たんですよ。痛くて。ほら。痛くて来たんだよ。まっすぐできなかったんだよ。え、私は頸骨が開き、両方とも、両方とも大腿骨と頸骨がずれてるから、はい、これがおかしくなる、うん、ひどくなっちゃう、悪い時はもうひどい症状が出る、それに加えて膝蓋骨が上に上がってる、あー痛む、ね、だから大腿骨、頸骨、膝蓋骨3つある、全部割れる、うん、だからもうこれがつかなくなっちゃう、そうひどい時はこんなになっちゃう、あそうなる、まっすぐできない、うん、で今はまっすぐできる、一気に全部悪くなっちゃう、一気に全部来ちゃうの、そうなんだ、だから膝蓋骨は上に引っ張られて、うん、大腿骨は内側が開いて、うんうん、頸骨は今度はこっち側が開く、そんな一瞬でそんなになっちゃう、うん、ダメです、ありがとうございます、はい、やば、いいよ、やば、向こうで休んで、休んでって、向こうで休んで、やばい、もしもし、意味わかんない、本当に意味わかんない、僕本当に痛かったですよね、私あの本当に痛かった、うん、孫とおじいちゃんだって、YouTube の人が孫でおじいちゃんに見えるって孫です、そうだね、あそうですか、実は孫かも何言ってんですか、やばっ、いやどう今、もう意味わかんない、なんか私嘘みたいに思われる、これすごいけど、うんうん、本当に痛かったですよね、痛かった、はあ今回ばかりは治んないと思ってたのに、本当につまずいただけなんです、うん、いやもう悪いからちょっとしたことで気をつけないと、気をつけてるんですけど、うん、あるいはサポーターして仕事をするか、あ立ってるのが多いでしょ今度は、はい、だからサポーターして仕事をするから、ちょっとくじいたらもうすぐ悪くなる、動けなくなっちゃう、恥ずかしい、はい、頑張ってください、だいぶ良かったです、頑張ります、どうですか感想は、もう本当に塩川先生なしでは生きていけない、うん、あら長生きしてください、はい、わかりました、はい、もうやばい、ありがとうございました、はい、本当に、はい